皆さんこんにちは。風景写真家佐藤隆です。47都道府県車で巡る旅を続けております。魚沼が大好き。に最初に来たのは冬の景色が撮りたいと思ってやってきたのが20年ほど前になりますかね。初めての時雪を撮りたいと思ってやってきたので、毎年冬に来ようというふうに最初の雪を見た時に思いました。けれども雪を撮るだけでは雪の表現はできないなというふうに思ったので、雪が溶ける時の様子、または雪が降り始める時の様子、そんな風に通うようになり、結局は四季を通して来るようになってきました。風景写真を撮るときにすごく大事にしていることが2つありまして、一つがその土地を表すように撮りたい、もう一つが季節を表したい、そういうふうに思うので、こう風景を撮るときに、あ、立派な山がある、あ、この山はこの土地を象徴するな、じゃあ背景はもうそこでできているので、あとは前景ですね。で、前景の中に季節感が入れられたらもう最高なので、そういうふうにこうどっかにこういい前景ないかなっていう感じで探してますね。この春から中盤のカメラを使うようになってきました。しっかりと写すという、そういう自分がやりたかったことが今この中盤を持ったことでできています。今中盤をメインにしたような撮り方をしてますけれど、実は APS-C サイズのものも併用して使っています。ですのでこちらは比較的しっかりと三脚に固定をしてピントをしっかり合わせるような撮り方をします。でも一方 APS-C サイズの方ではもう軽量コンパクトですごく動きやすいのでね、あっち行ったりこっち行ったり手持ちでパチ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 やるようなスタイルで写しています。だから機動力もあるし、しっかりも写せるっていうスタイルを今手に入れたっていうふうに思ってます。今じゃあ何だろう、長岡になったけど川口の木沢、そこでは撮った写真をプリントしてお送りしたら、お礼に魚沼コシヒカリが届きましたね、秋に。それは嬉しかった。手紙に佐藤さんが写した田んぼで採れた魚沼コシヒカリですって炊いて食べて泣きましたよ。嬉しくてじわーって、味も美味しかったけど、なんか気持ちがね、こう本当よそもんなのになんでこんなに優しくしてくれるのかなって思うし、今日なんかもね、おばちゃんとかが普通に話しかけてくるし、なんでしょう、こんにちはってもちろんどんなところでも挨拶しますけど、魚沼は声かけてきてくれる日本一人がいい。なんか魚沼の人とかと接していると、世の中には悪い人っていないんじゃないかな。魚沼に通ってきて、こう車運転しながら地元の FM を聞いてるんですけど、その FM ラジオから魚沼の春は水の音から始まるって聞いたんですよ。なるほどと、耳を澄ますと雪の中から音が聞こえてくるんですね。あ、このこと言ってるんだなと思って、それからね、なんかこう写真撮るときには見えてるものだけじゃなくて、こう耳だったり、まあ、味だったり鼻、匂いだったりね、こうまたは風だったり、こう写真には映らないもの、見えてないものを、見えてないものを写そうと、そんな風に変わってきました。魚
ごのもの人が大切にしている景色っていうのは自分自身でも感じつつ、またはその土地の人の気持ちだったり、その土地の人の話を聞かないと映せないとは言わないけれど、そのこと知ったことで映せるようになったというふうにも思ってます。今後もこの車で巡る旅っていうのは変わらないでしょうね。